本当に優れたキャプテンはチームメイトの能力を 300% 向上させると思っています。大げさではなく本当にそう思っています。背水の陣というんでしょうか、火事場のバカ力とでも言いましょうか。これはスポーツでいうところのゾーンという考えだと解釈しています。迷信でもおとぎ話でもなく、相手のパンチが止まって見えた、スローモーションに見えた、ボールの軌道の線が見えた、走っても走っても疲れなかった、体験談はキリがないほど存在します。そんな実体験を持つアスリートは多くいます。この動画を視聴してくださっている方の中にも、自身の肉体をもってして体験したことがある方も多いのではないでしょうか。超集中の状態、スポーツだけではありません。勉強でもアートでも交通事故の瞬間にも、日常生活のあらゆる場面で体験しうることです。私の場合、この動画作成、これにもゾーンが存在していて、ゾーンに入ると様々なアイデアが生まれます。その動画は皆様に評価され、そこから大きな成長曲線を描いていると実感しています。私は一流の選手というのは常にこの状態に入っているのではないか、あるいは好きな時にこの状態に入ることができるのではないか、そのように思っています。ゾーンに導く、その役割を担う人、それがキャプテンだと思っています。キャプテンのために勝ちたい、キャプテンを喜ばせたい、キャプテンと勝利を祝いたい、そう思える人、出てる選手だけじゃなくてね、出てない選手もチームスタッフもね、日本でもね、たくさんの人が、夜遅くまで応援してくれる。人間のポテンシャルを最大限引き出す象徴、勝利という一つの目標を指し示し、それに立ち向かう存在、それを見たチームメイトにもそれは伝染し、それぞれは心を一つにする、集団的にゾーンに入る、まるで一つの生命体のごとく一体化し、チームと関係者全員の心が共鳴、そんな状態のチームを何度か見たことがあります。最高の状態です。その方法を私は知りません。しかしこうじゃないかという推測があります。推測、チームのポテンシャルを最大限引き出す方法、その鍵を握っているのが言葉だと私は考えます。言葉の持つ力は絶大です。私も日々身をもって体験しています。投げかける言葉、その言葉の質が悪ければ人はストレスや恐怖心を感じ、言葉の質が良ければ信頼感や安心感を抱くものです。ゴールした時に必ず駆け寄ってきてくれる、オンゴールした時には自信を持たせ、興奮したチームメイトをなだめる、乱暴なプレーにはしっかりと抗議し、潰れそうな仲間に寄り添う。ぜひノートを取ってください。チームメイトの強みや弱み、課題や表情、その人のことを考えるところから全てが始まります。サッカーとは人生の縮図であると今でも思っています。そしてサッカーで最も重要なことはコミュニケーションだと思っています。どれだけの知識や技術があっても、人は認めている人間の言葉しか受け入れることはできません。戦術なんかより感情が先にある。心が一つになったとき、初めてチームが機能的に動き出す。どこまでもついていきたいと思える人格者、チームに全てを捧げる忠誠心、そして勝利に対する執着心。Vamos a hacerlo porque somos todos hermanos dentro de la cancha. Vamos a romper el bote y que juegue. ¡Vamos a ganar!